とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、古代狩りに行きます。さっきまでね、デイリークエストやってたんだけども、2時間やって1回もクリアできない。ちょっと諦めモードです。今日のはほんと難しい。ということで、デイリー3周を、まあ、サクッと、回っていきたいと思います。アイテムは、まあ、基本的に、適当に行きましょうか。あ、これはなかなかいい感じかな。もうちょっと考えてからね、80% ぐらいで。あ、これぐらいね。で、やっていきましょう。おいしゃー、来た来た。最初から、古代人とかなかなか運がいいよ。なんだ、おっと、やば、やば。永続、あ、こいつでも確か無限レベルアップできるっていう話だよね。ああ、いや、でも、よろしくない。うん、味方回復か。再生だったらね、やれると思うんだけども。いいや。黄金のピグリンアーマーゲット。よし、来た。さあ、ここもサクッと倒しましょう。もうデイリーをね、もう毎日毎日やってると、普通の、こういうクエストがかなりね、ぬるいんだよね。あ、危ねえ！死ぬとこだった。デイリー、もうちょっと簡単に行きたいんだよね。まあまあ、いいんだけども、いいんだけども、ここはいらないな。なんか必要なね、やつが出てきてくれればいいけど、そうもいかないんだ。山猫。ちなみに、探してるのが、エンチャントで、クールダウン、雷フォーカス、あ、クールダウンは1か2ね。1か2のクールダウン、そして雷フォーカスと、ポーションバリア。それがついてるのを探してます。勇者のアーマーだったら最高。1周目終わり。3周行きますね。さあ、3周の間にいいのは出るのか。おっと、いや、よくないね。リフレッシュはまあ悪くないんだけども、流れ込む魂が欲しいんだ。ソウル系がね、2つぐらいついてれば全然よかったんだけども、ダメだね。いらないね。バトルローブは、ワンチャン、あれができそうなんだよね。無限ポーションバリアが。いやー、厳しいか。厳しいか。やっぱ、ポーション 40% マイナスがついてないと、厳しいもんな。トゥルースシーカー、ソウル回収3か。いや、いらないね。いらない。はい、次。やっぱね、防具はね、35% ダメージ減少がついてないと、なんか HP が高くても厳しいんだよね。260の防具着てるけど、厳しいんだよな。やっぱり軽減がないとね。それ狙っていきます。2周目！お！アビサルアイか？だよね。ここに出てくるもんね。速攻で終わらせる！おーおー、危ねえ危ねえ危ねえ。ハプーンね。おお、おお、また出たか。今回ね、チェストの数多いから、あんまいないかなと思いきや。いたね。あ、食らった。雷思いっきり食らったわ。はいはい。まあまあ、ユニークのやつが出ましたね。はい、2周目おしまい。3周目、ラスト行きましょうかね。その前に、商人。お、あー、いや、ダメ。トゥルバドゥール、いりません。いらんよね。いらないね。全部ノーマル品いりませんね。次もノーマル品かよ。いりません。いらない。
お、不感情知るか。全然ダメ。ワールウィンド。いや、よくない。いらない。3周目いこう。ラスト。お、3周目も、調子よく1体目。風邪ひげだね。なんか最近外れの時がない。お前は 80% でも、全然外れの時が多かったんだけどね。外れっていうのはほとんどなくなったと思います。登山装備か。そうか。なんかこれのいいやつを探してる人が確かいたな。この前マルチの時なんか言ってた気がするね。おっしゃー。あー、でもビーバーは、別に大したやつは出さないか。まあいいや。おお、なんで？なんで死んだ？あ、ローブ出すならよかったね。出てきた瞬間爆発したとか。いや、なんでだろう。なんで死んだかわかんない。しゃあないっすー。いいよー。なんか、弓がこう結構出た気がするんだよな。あ、ちょっと、おお、いいね。いいよ。古代の恐怖からミステリーアーマーか。ミステリーアーマーの黄金が、多分ね、最強になるのこれなんだよね。エンチャ次第では。これ絶対最強になるよ。おお！あ、でも、トゥルバドゥールか。防具は。で、弓が、影のあれだね。ここはいらないね。シルバーフィッシュの方が、断然嬉しいんだけども。影のクロスボウ。はい、それでは3周目おしまいです。見ていきましょう。出るかな？アズールシーカー、まずいらない。まずいらないですね。次。ベノムグレイブいらない。微妙だね。おっと！リサイクルか。なんだリサイクルって、全然いらないじゃん。ダメ。ガンドレットいらない。カメはどうだ。いらない。弱すぎる。うわぁ。ひどいなぁ。ダメやね。では今日出た防具。防具じゃないや。黄金装備。見ていきましょう。全部で、9個。333出たのかな？古代人が。あ、いや、324かな？まずは、ノーマル品から捨てていきましょう。山猫。もちろんいらない。登山装備。あ、いや、いらない、いらない。全然いらないわ。で、影クロス。もちろんいらない。バトルローブ。いりません。ハプーン、いらない。では、黄金ピグリン、どうだ？いらないね。いらないね。ダメだ。グリーンメナス。あ、惜しいな。惜しい。一番左に、ここにね、クールダウンショットが入ってれば、よかったよね。ロールチャージあるし、バーストボーストリングあるんで、惜しいね。いりません。売ります。はい。高会員。いらない。いらない。はい。じゃあ最後。どうだ？お、あ、いやいや、ダメ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 。全然ダメだ。アーティファクトのダメージ 50% アップ。これはいいよ。開始中に一瞬だけ無敵。これもまあいいんだけど、エンチャントにね、クールダウンは良しとして、雷フォーカスがないんだよな。あれは絶対欲しいんだ。ということで、いりません。はい。今日出たやつ9個全部ダメでした。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。
そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。